今で言うとカットボールなんですね。あれスライダーと当時言ってたんですが、そのストライクにしたりボールにしたりするテクニックがあるわけですよ。とボール1個か1個半こうずらすだけなんですよ。まあこんなもんですな。ここに投げるかここに投げるかって。でこれがここで行ってですね、ベースかすってポッとストライクになる。でここ中点のここのところでストライクになってるわけですよ。とこれを打ちたくなるからみんなこれ狙うでしょ。そうすると今度ここへ放るんですね。とこれがこれぐらいの誤差っていうのはバッターってね、あんまり分かんないですよね。ボール1個ぐらいの誤差っていうのは分かんないから、来たと思って振るとこれこっち側でもうボールからボールになるような球を投げるんですよ。でまあそんなことがもう、まあ、ほぼ僕の覚えではですね 90% はそれを投げれる力があったんですよ。ピッチャーっていうのはその指の感覚っていうのは一種独特で、でやっぱり際どい球を投げられない人っていうのはちょっとやっぱりそういうものが不足してるのかなっていう、すごい人だと思ったんですね。僕ら一番いい球はスライダーじゃないんですよ。シュートなんですよ、うん、でシュートを生かすためにずっとみんな他のチームのバッターにはスライダースライダーって意識させて、これ意識的に意識させました。それをもう見事に読んだのが野村さんでしたね。会うたびにお前はスライダーって嘘言うなっつっていつも怒ってましたもんね。シュートやないかって、お前の一番いいのはシュートやないかっつって言うんですけどね。みんな稲尾といやスライダーという異名があったんですよ。特徴は当時から僕は違うんですよ。稲尾って言ったら僕には、僕はシュートなんですよ。確かにスライダーはいいですけど、もっと嫌なのはこっち胸元とかインコースでシュート掘られるのは嫌なんですよ。だから思い切って向こうへ踏み込めないんですよ。僕は彼にとっては僕の判断はシュートを生かすためのスライダー。あの当時の稲尾投手からね、チームとして3本連続のヒットを打ってね、それで1点取るってなかなか難しい。エラー、フォアボール、フォアボールはめったに出さないんですけど、エラーがあってね、ポーンとホームランを打つとね、2点になりますけどね、3人のバッターがね、3本ヒットを続けて稲尾から打てるっていうのはもう本当考えられないぐらい、いいピッチャーだった。稲尾は人差し指と中指の位置を微妙にずらし、力の入れ具合を変えるだけでこのリリースポイントからシュートとスライダーを投げ分けることができたのである。打者の動きを見れる唯一のピッチャーじゃないですか。これ本人がおそらくそうだと思います。僕はそう見てましたよ。稲尾っていうのはこっちの動きが見えるなと、とっさにリリースポイントのちょっと手前で 0. 何秒かの間に、それぐらい力まない、コントロールが正確っていう。ほんで打たないと見るとど真ん中平気でバーンと取ってくるわけです。それでクスッとこっちはまたカッカするわけですよ。シュートを打ってピッチャーゴロ。